浜名湖弁天島ゲートウェイフェスティバルは、浜松市西区舞坂町弁天島の弁天、島海浜公園にて行われる、舞坂フェス実行委員会の花火大会と共催のイベント。略称は、弁天島ゲートウェイフェスティバル、ゲートウェイフェスティバル、弁天島花火フェスなど、三円円化成のスターマインをはじめとする花火の打ち上げを核として、 ミュージックスポーツアートフードの融合を主眼にしたイベントである。2017年には大河ドラマいいなおとらとタイアップした直トラスターマインも打ち上げられた。東海地方の花火大会で最も早い7月台、一土曜日に開催されていた弁天、自慢海開き花火大会は弁天神社祭礼の奉納花火として始められ100年以上続いていたが2013年の観光花火としての 第50回を最後に終了してしまったため、住民有志で引き継ごうと、当イベントが2014年より始まった。発足時は、目ゾフェスとしてスタートし、すぐに、舞坂フェスに改められた。後に、浜名湖弁天と花火フェスと名称を変更。当時は、舞坂町農業祭実行委員会主催の舞ちゃん、夏祭りと同日開催されていたが、現在は、 別便に開催されている。助成金の支給期間が終了することに伴い、クラウドファンディングを含めて資金調達を行っている。弁天島海開き花火大会の頃には、浜松駅、バスターミナル舞坂共同センターの臨時バスが運行されていたが、当イベントでは運行されていない。なお、弁天島駅からの臨時列車は運行される。ありがとうございます。